TBS ラジオ954玉結び玉結び玉結び。時刻は3時になりました。 TBS ラジオ AM954FM905 でお送りしています、赤江玉を玉結び。今日火曜日のパートナーは南海キャンディーズ山里亮太です。ここからは日替わりのラジオコラムです。火曜日は週刊文春や週刊新潮の連載でおなじみ、アメリカ在住の映画評論家町山智博さんが海外の最新映画やカルチャーを語ってくれるアメリカ流れ物のコーナーです。今日町山さん帰国中ということでスタジオ登場でございます。町山さんよろしくお願いします。昨日ね、チキさんのラジオを聞かせていただきましたよ。はい。なんか町山さんギリギリに飛び込んでくるという、はい。寝落ちしてました。で、ことで、本当はね、トランプ大統領の就任式の取材の模様なんかも今週聞く予定だったんですが、はい、しかし今日はそれよりもということで、はい、昨日亡くなられた俳優の松方弘樹さんについて、ね、たっぷりと伺いたいと思います。はい。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。断蜜の二文字を見ただけで元気になる。そんな存在に私はなりたい。そしてキコーナも来るだけで皆さんの心が温かくなる場所になったらいいなぁと願っています。街の明かり、心の明かり、パチンコ&スロットキコーナ。 TBS ラジオ玉結び。この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物。今日は帰国中の町山さんにスタジオにお越しいただいています。町山さん、今回の帰国の理由というのは、はい、まあ、アカデミー賞のノミネーションが今日の夜発表されるんですね、うん、日本時間で、はい、はい、まあ、あとその解説なんですよ、はい、で今日夜10時からですね、ワウワウ無料放送アカデミー賞ノミネーション発表中継に出ますんで、よろしくお願いします。だからこんな格好してます。今日ちょっと来てますね。そうです、きちっとね。なんか謝罪なのかなと思って。今回出演するからなんですけど。そうなんですね。はい、で、ただ今回はですね、はい、もうそういうアカデミー賞とかトランプの大統領就任式とかあるんですけども、うんうん、まあ何よりも、まあ、松方弘樹さんがお亡くなりになったので、はい、今日はですね、はい、松方さんに生前から何度も会っている、うん、二人の悪い奴を呼んできました。いやー、そうですよ、はい、一気に急遽呼んでスケジュール変えて来てくれました。本当にありがとうございます。松方さんどうかも分かってないですよね、はい、お金でやらが出るのかどうかも分かってないですよ、ね、ちょっとまだ紹介するまで喋らないでください。はい、すいません。いきます。無理して来てくれた人に何ちゅうことですか。声で分かった人もいると思いますけども、では一方ずつゲストをご紹介します。まずは時代劇研究家の春日太一さんです。よろしくお願いします。さらにですね、プロインタビュアーの吉田豪さんにもお越しいただいています。はい、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。だから町山さん、豪さん、そして春日さん、すごいメンバーが集まったということになりましたね。トークショーやったらもうそう、何百人呼んで、5000ぐらい取りますよ。週刊文春だったら無料で聞けますから。はい、今日は皆さんにもう松方弘樹さんについて、いろいろ。松方弘樹さんどのくらいご存知ですか。私はやっぱり遠山の金さんのイメージと、はい、あとその仁義なきを、はい、2年前に誕生日プレゼントでもらって一気に見て、はい、でその時に松方弘樹さん何回も生まれ変わるんだけどみたいな、はい、そうそう、あれみたいな。3回出てきて3回とも死にます。そうそうそう、はい、その印象が強いですね。僕もそれで見てて、これが30代なんだって驚いたの。そうなんですよ、ね、はい、何の貫禄出ないし、あとはまあ僕らの世代で言うと、天才たけしの元気が出るテレビの、はいはい、グッズが今すごい。今日 T シャツとかも。すごいな。それまた微妙に違うんですよ。実は元気が出るテレビが大ヒットして、いろいろ売れたじゃないですか、グッズ。元気が出るハウス。はいはい、あれがタレントさんにほぼ還元されないっていうことを憤った人たちが次々とタレントショップを立ち上げたんですよ。それがタレントショップブームなんですよ、実は。たけしさんとか高田純次さんとか島崎敏夫さんとかいろんな人が立ち上げて、その中で松方さんも立ち上げたんですが、松方さんは便乗の仕方がひどくて元気松方って店を立ち上げた。ちょっと乗せてっちゃった。ちょっと寄せて。すごいな。アプローチがそっちの郷さんのアプローチもあれば、春日さんのアプローチもあるわけだから。うんうん、聞いたいろいろ。いや、松方さんって僕らのイメージからすると、僕らの1962年からの、生まれのイメージからするとですね、まず一番松方さんと聞けばですね、パッと出る言葉、きつい一発なんですよ。これ多分皆さん知らないでしょうけど、当時流行らそうとしてたんですよ、松方さん。今本持ってますね。きつい一発って本がありまして、はい、これどういう意味かっていうと、まあ、わかりやすく言うと、まあ、性行為のことなんですよ。それのきつい一発？うん。
え、どういう話？松方さんフレーズでこれを流行らそうとしたんですよ。流行らそうとしたってどういうこと？ゆうえもきつ一発してなみたいなことを常に連呼する感じで。内容的にはじゃあそういう経験のことをいろいろ書いてあるそうですか？結構一晩一発だからあんまり強くないんですけどね。はい、これ75年に出た本なんですけど、すごいんですよ。女優さんとかチューピレンっていうね、ウーマンリブっていうフェミニズムの対談とかで、そういう人相手にずっとひたすらセクハラするだけの対談集で。で、最後は当時の奥さんが出てきて、初夜の後に対談してるんですよ。まあ、子供さんに産んだ後で結婚式して、その後の初夜なんですけど、指輪キス一発どころか三発も四発もありがとうみたいな奥さんが話してるような、ありえない本になってるんですよ。そういう人。それが33歳です、しかも。うわぁ。俺、松方弘樹33歳、極めて健康。っていう。33でこれっていう。松方さんってあの、33でこの顔ですよね。ね、そうなんですよ。そうですよ。男と変わらないですよね。うん、それ以降のイメージとね。この人は実はお坊ちゃんですよね。そうですね。まあ、お坊ちゃん、そう、あの、まあ、父親が近衛十四郎というですね、はいはい、まあ、時代劇スターだったんですけど、あの、結構ね、まあ、お父さん自体が、あの、遅咲きの人だったんですね。50歳くらいのスターになった方だったんで、うん、あの役者の息子だったんだけど、結構一緒に苦労した部分はあって、で、もともと歌手になりたくて、で、あの、役者の道に無理やり入っていったとなるから、最初は結構役者嫌だったって。歌手修行中の仲間が五木ひろしなんですよ。あ、そうだ、言うの忘れましたけど、春日くんも、あの、ゴーちゃんも、あの、松方さんとすごく何度も会ってる。まあ、僕は1回だけです、ね。あ、そうか。うん、はい。僕は4回ぐらいですか、3回ともやってますけど、もう、ええ、もうここで言えないようなことも全部聞いてる人たちです、この2人は。うん、はい。ただ、結局松方さんって、あの、結構なんか映画スターの最後の人みたいなイメージあるんですけど、結構ね、あの、かわいそうなというか、大変な時期にデビューして、1960、まあ、1、2年頃には東映京都で時代劇で主演やるようになったんですけど、その頃って東映時代劇に全くお客さんが入んなくなってた時代だったんですよ。うん、その時期に、まあ、北尾金也さんと、まあ、二代このプリンスみたいな形で、あの、両方とも二世スターで売ったんですけど、全くお客さんが入らなくて、すぐに脇役に回るようになって、で、それからどん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 上の世代、まあ、高倉健さんとか出てきちゃったもんで、上が詰まってるっていうことで、ダイエット映画会社にレンタル意識させられたんですよ。で、そこで亡くなったばっかりの市川雷蔵さんの、あの、後釜の役とかね、眠り教師郎とかそういうのやらされて、あの、結構綺麗な二枚目の役やったものがまた合わなくて、人気が出ないと。で、その間にさらに大映が潰れてしまって、東映に戻ることになるっていうことで、結構大変だった。結構不遇な時代があったんですね。戻ってきたら今度、よそから来た菅原文太がもうスターになってたっていうことで、それでしょうがないので、人間戦いを含めて、菅原文太の今度脇でやることになって、牙を研いでって、この人が注目されたのは、あの、やっぱり、あの、渡哲也さんが、ご病気になられて、ね、NHK の大河の勝海舟を降りると、うん。で、その時に抜擢されて、初めてその、なんていうか、脚光を浴びた形だった。大役としてというね。そう。そしたらすごい、なんていうの、あの、お茶の間の奥さんたちも、要するに、全然知らなかったですね、松方さんのこと。うん、だこの人素敵みたいな、うちのお袋とかその当時の、うん、この人すごい素敵だわって言って、あの、映画見たいわって言って、その勝海舟で大スターになった時に、公開された、松方さんの主演映画が、便乗して公開された主演映画が、脱獄広島殺人誌。それすげえ外してねえか、それっていう。本当ですね。しかも来てるのに、みたいな。三部作で、一気に行けって感じで、東映で作られたのが、その続編の、暴動島根刑務所。で、その次、脱獄放火殺人誌。はい、そうそうそう。凶悪な感じばっかり。お母さんどんな気持ちだったんでしょうね。せっかく勝海舟で、あの、奥さんたちがみんな素敵って言ってるのに、そこで全然それを狙わない三部作作ってて、それは何やってるの ?NHK のギャラが安いとか文句ばっかり言って大問題になったりとか。しかもこの脱獄放火殺人集とこの三部作はコメディなんですよ。ええ？怖い映画だなと思って見るとものすごく楽しいんですね。バイオレンスコメディというか、まあ、その脱獄をしてどうやって逃げるかっていうのを結構コミカルに描いてて、まあ、結構自由を求める男ってですね、やっぱり、ね。もうガンガン人を殺すんだけども、はい、間抜けでやってることが見てると笑っちゃうって。絶えずなんかちょっとしたミスをね、その女性関係とかでやってしまって、それでまた捕まって、また戻ってみたいな。そう、間抜けなキャラなんですよ。で、また脱獄してみたいな。それでもちゃんとドンとヒットに繋がったんですか？いや、全く。一部で評判いいんですけどね。一部。俺たちは喜んでるけども、初回するファンだった人たちは、だってこれはないだろうと思いますよ。万人受けするタイプの映画です。松方さんもあんまり評価してない。
自分も。そうそう。松方さんご自身も実はこの中結構 B 級映画で、はい、本人の中でもやっぱ意識がそういう、俺がスターになった時期、そんな段階なかったみたいで、1980年代になってからようやく、シュラの群れっていう映画で、うん、大きな東映大作で主演になるんですけども、この時期はですね、もう世間がもうかなり80年代ですから、東映の薬剤がなんかもう見向きしなくなった時代に、だったんで、結構ね、松方さんのスターになって遅かったし、それで映画にはお客さん入んない時代だったんで、結構そこはね、かわいそうな部分があるんですよ。映画は結構不遇で、その、北陸代理戦争って映画に出たら、その、実録映画なんで、本当の実際のヤクザの人の、が実際に協力してですね、はい、その人を演じたんですけど、したらその、それ具体的に言うとはっきり言って、山口組と戦った男なんですよ。したらそんな映画作られたら、やっぱり、メンツが立たないってことで、そのモデルになった人は、その映画公開直後に山口組に暗殺されるんですよ。だからすごく松方さんって不遇なんですよ。そうですね。はい。で、その映画はもともと菅原文太さんが降りて代わりにやった映画だったりってことで。また、戦いの続編として作られてたんですよ。結構ね、東映からすると、使い勝手がいい人みたいな形で、結構便利使いされてた部分はあったんですよね。だから何度死んでも出てきたりとか。そうですよね。結構おもちゃなのに苦労人だ。そうなんですよね。で、本人もそういう意識が、なんだろう、スタートした意識じゃなくて、やっぱ俺なんてこんなものだって、やっぱ上の世代のすごい人たち、鶴田浩二さんとか、やっぱみんな見てきたんで、自分はもうそのぐらいでいいんだ、なんだっていう、ね。共演者のむちゃくちゃ腰低い方って見るんですね。やっぱインタビューしててもそうですよね。だから僕がインタビューしてても映画の話とか全然しないんですよ。覚えてないって言ってて、それよりも俳優さんのくだらない話とかをどんどん積極的にしたがる人で、さっきの映画の監督とかの中島貞夫さんって人がいて、どんな監督でしたって聞いたら、とにかく深作さんとかと違って不良性感度にもう全然乏しくて、不良性感度全然不良じゃないと、ダメな人で、くどいても本当にあの顔じゃダメで、例えばモスクワ映画祭行った時にモスクワの女買って、そしたらつつもたぜの男が入ってきてパンツ一枚で逃げた、右目剥がされて、そういうような人っていうね。だから作品も真面目すぎて面白くないんだよね。すごいですね、それ。エピソードが。ね、やっぱり必ず公開っていう言葉をつけて説明されるんですけど、いろんな過去の話、今テレビなんかいっぱい出てるけど、すごいよ、やっぱそういうエピソードにこと書かない方なんですね。こと書かないし、そういう話をしたがる人で、だから春日さんも困ったと思うんですよ。映画の話したがんない人だから。基本的にはサービス精神がすごく強すぎて、なんだな、僕も基本的には僕は映画の真面目な話とか、時代劇の作り方、そういう部分で伺ってきたんですけど、油断すると、そっちの霜に持っていくんですよ、話。僕の場合は霜いらないですから、ってことでグッと戻すっていう、あ、そうなのみたいな形で。でも、そっちも大事だっていう。松川さんの基本的にあるのは、やっぱり遅れてきたスターで、自分の時代、一緒にいた上のスターの人たちの敬意が強いんですよね。だから、自分が最後のスターみたいになった時に、その文化を守りたいっていうのが、ものすごい強いから、ご自身がどうかは別として、スターではこういうものである。自分たち見てきたスターはこうだったっていうものを、あえて演じた部分っていうのは。豪快で、そうですね。女遊びもしてみたいな。それを俺もやらなきゃいけないと思ってやってそれをだからそれをだから自分が極端にまたそうやろうとしたもんだから、ちょっと行き過ぎてしまったっていう。鶴田浩二さんとかがそういう人だったんで、それを学んだ部分もあると思うんですよね。その時期はまだそれが、ね。鶴田さんはすごい女好きで有名な人だったんですよ。その時期は。松田さん曰く、鶴田の親さんはロリコンだからって言ってましたけど。それイメージまた違うの。またそんな言えない人だらけで。ただ怖いエピソードがありますけど。ただ結局それがあるから松方さんは、俺はこうだ。ただもうそれが許されない写真誌とか出てきて、許されない時代に松方さんそれをやっちゃったもんだから、いろいろ叩かれたりとかスキャンダルスな存在になってて、なんか東映の結構幹部の人と話したりすると、松方はね、サービスでああいうことやってるんだけど、ああいうことさえやらなければもっといろんな女性客にもついてもらえるし、いろんな客やれるんだけど、結局そこが難しいところでっていうことで。松方さん、西野明子さんと、その奥さんがいるのに西野明子さんと付き合った時に、すごく叩かれたんですよね。当時やっぱり叩かれたんですよ。西野明子さんって、歌舞伎の、お嬢さんなんですね。お父さんが有名な歌舞伎俳優で。で、その当時、お嫁さんにしたい女優ナンバーワンだったんですよ。それを女遊びで有名な人が言っちゃったからね。で、言っちゃったんだけど、西野さんの方が惚れて追っかけるみたいな形になって、結構ドロドロのものが報道されたんで、西野さんのファンはみんな結構、なんていうか、あんまり清楚な人として好きだったから、大ショックで結構松方さんが嫌われたりとかしたんですよ。
そうだから最終的には、で、東映自体がどん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 、まあ、いろんな、ま、例えば、渡瀬さんだったりとか、あの、ケンさんだったり、文太さんがみんな離れてくんですよね。だんだん男の映画が売れないということで、自分は、たちもまた NHK に出たりとか、一般的な文芸が出たりという中で、松方さんだけは逆に東映に残って、ひたすら薬剤映画をやり続けたっていうところが、その時期はお客さん入らない時期だったので、そこのギャップが起きたっていうことで、だから松川さんの中でお話しすると、その時期の修羅の群れこそがやっぱり俺の映画だっていう。そうなんですよ。修羅の群れの話をすごいしたがるんですよ。したがるんですけど、映画では。そう、ただ意外と修羅の群れって見てる人少ないと思うので、豪華キャストなんですけども、うん、だから結構そこのところの需要と供給があまり一致しない部分もあったりして、ご自身の思いとしてはそこが強いんだけども、っていうところなんですよね。やっぱり仁義なき戦いとかの話聞きたいっていうことに、うん、まあ、なっていくわけですよね。すごいですよ。真田幸村の役やってるんですけども、うん、あれとか、あの、この間の大河と比べると全く違う世界。すごい、ものすごい違いますからね。違いますか。もう見た方がいいですよね。もう最後歴史を覆しますからね。SF になってますけどね。松川さんばの、そう、真田幸村の謀略という映画がありますけどね。宇宙物になってますけど。宇宙物、はい、本当ですよ。修羅の群れが当たって次に勝さんとやろうとしたって話ありましたよね。あ、そうですね、勝さんとやってます。それが、やっぱりその本物のヤクザの話やろうとしたんで、警察からストップかけられて、東映に圧力かかったっていう。あんたも叩き誇りの出る体だろうって警察側から言われて、不遇だったんですよ、いろいろ。本当に、あの、時代が許さなくなっていったっていうことで、まあ、でも、で、やっぱ父親が近衛十四郎という、まあ、あの、時代劇を有名な、あの、盾が一番うまいって言われてる剣豪役者なんですけど、もう普段から剣豪的なやっぱり人なので、息子にもすごい厳しく当たってたんで、まあ、共演作多いんですよ。松川さんが若手の頃でお父さんが主役っていうパターンで、まあ、ライバル役みたいなのをやってるんですけど、とにかく面と向かって、あの、口も聞かなかったっていう。だから、こう、衣装とかつけてる時に鏡越しに喋ったりとか、挨拶に行ったりとか、そのぐらいも厳しく息子にも、あの、後輩の役者として当たってたっていう。だからあんな腰の低い、たけしさんにまで腰が低い、はい、人だ、ね。そのイメージ使いますね。で、とにかく父親から後輩の芝居を見て、あの、盗めってこと言われ、あの、先輩の芝居を見て盗めってこと言われても、とにかく芝居、あの、自分の本番が終わったらいろんな現場行って、それを見て育ったっていうことをおっしゃってたんで。そういう親子関係だったんですか。そうなんですよ。そうやって勉強してるのに演技の話とかしたがらない。したがらない。演技論はしないんですよね。だって、本当バラエティとかも出てね、気さくに喋ってらっしゃるイメージが。インタビューでも本当何でも話してくれるんですよ。そこまで聞いてないですよ。お父さん大好物でしょ。大好物ですよ。全部食いついてたんですけど、原稿は全部削られました。あとで、もうこれ時効だけどって言って、普通に実名出していろんな話するんですよ。とある大物俳優さんがいて、あいつがちょっとね、ある女性妊娠させちゃったから、あいつは未来があるから、お前が、妊娠させたってことにして、お前が女連れてけ、病院に、みたいな。なんで俺はどうでもいいのかよみたいなことを実名で言うんですよ。時効だけどさ、って。時効じゃないですよ。それ全然。って、うん、そういう人。力道山事件が有名なんですよ。有名ですね。力道山事件、まあ、あの、とある女性にちょっと、ね、はい、いい感じになって、家行ったら、うん、あ、ちょっと、彼氏帰ってきちゃった。隠れててって言われて、クローゼットに隠れたら力道山が入ってきたっていう。うわー、松方さんが隠れて力道山の、いや、だからその役者の揃いっぷりが殺されますよ。そうですよ、相手が相手ですからね。そういう人なんでね。出ない方がいいクローゼット。当時ね、俳優さん同士でよく一緒に性病にかかったみたいな話があったんですよ。っていう話聞いたら、そうそうって。鶴田の上さんと同じ女性行って、俺が先だったんだよって。俺が先になっちゃったんで、鶴田の上さんに、なっちゃったから気をつけた方がいいですよって言ったら、上さんは俺は免疫があるから大丈夫だって言って、おいみんなーって。松方が性病になったぞ言わされた。そんな話ばっかりです。そんな話ばっかり。あと女性もすごいし、その、あとお金の使い方もやっぱ豪快だったっていうのが、やっぱ記事なんか今見てもいっぱいありますよね。そうですね。あの、松方さんがやっぱインタビューの時におっしゃってたのは、自分は役者としては三流だと。ただスポンサーを探すことに関しては一流だってことはおっしゃってて、一度もスポンサーに関してこと書いたことがないってことは、おっしゃってたりとか。晩年までそうですよね。こと書いてる感じが全然しない。その前も釣り具メーカーがあったりとか。なんだかで大きなスポンサーが絶えずいるんですよね、松川さんが。そこはやっぱあの人のそういう苦労してきたところであったり。愛嬌とか。愛嬌とか。そうですね。あと、実際にお会いすると、色気がすごいんですよ。もう、なんか女性の気持ちは分かってしまうんじゃないですけど、もう確かにこれはもう抱かれざるを得ない。抱かれざるを得ない。うまいって。そうなんですよね。そうなんですよ。溢れ出てるんですか、中島さん。ファッションもおしゃれだし、たたずまいもなんかかっこいいし、それでいながら腰が低くて、でも声も撮影も綺麗だし、さ、あの、喋りもうまいし、で、顔もあの、ね、綺麗だしっていうことになってきて、もうなんでしょうね。男の本当に鏡みたいなところに、
一緒にいると自分が恥ずかしくなってくるんですよ。俺はダメだ。男としての偏差値が違いすぎちゃって。それは、男としての、なんていうの、格が高すぎるから、自分は男だけど、あっちと比べると、もうほとんど女に近いっていう。どっちかというと女性よりなの。俺なんかもう女性だな、これだと。あっちの男とに比べたら、みたいな。もう抱かれるしかねえか、みたいな。追いかけたくなる女性の気持ちはわかります、ね。その本当に色気が。だと思います、ね。生の女の人とかが好きになっちゃうのも、すべてが捨てるって分かっても。インタビューした時も、もう最後ね、かなりもう70過ぎてましたけども、ピンクのポロシャツとか着てましたからね。そういうのがまたね、普通に似合う。それがだからちょっとおじさんが背伸びしてるって感じじゃならなくて、本当に似合うんですね、ちゃんとピンクが。そんな豪華ですごいね、松方さんから、なんだな、西野正樹みたいなのが。あらもう、ろくでもないことばっかしてるから。ちょっとね、ダメジュニア感が。知り合い。番組で何回もエピソード聞くと、いいダメジュニア感が。あれでこうさ、結構なダメジュニア感ありますよね。当時の松方さんと同じぐらいの年だと思うとびっくりしますよね。そう、そうなんだ。そうか。でも彼もまたきつい一発でできた人だし。いやいや、それ使わなくてもいいですけど。もう今更流行らさなくていいです。でも松川さんってやっぱり、ほら、やっぱり釣りの人だと。まあ、はいはいはい。最近は、ね、若い人だけど特に、マグロ釣って、ただやっぱり、ね、時代劇に対する思いとか、やっぱ映画に対する思いものすごく熱く持ってて、インタビューしても、やっぱり今の時代劇はどこがダメだとか、自分がその、例えば13人近くのリマイク版の現場行った時に、もう盾師もダメだということで、自分が盾をつけて、絡みの人たちも全部芝居つけていったっていう話で、もやってるけど、スターというよりはもう、時代劇の文化を背負った人間として、そこにいるみたいな、ところがその意識はものすごい強かったんで、そのことをちゃんと伝えていきたいと思いながらも、もうどっかで、もう時代も違ったしっていうんで、諦めてるところはあったりとか、その辺の葛藤はものすごく、その、やっぱ生き残った人間であったがために強かったっていうのはありましたね、話が。本人はもともとね、役者それほどやる気なくて、漁師とか釣りとかやりたかったけど、目が悪くて諦めた人が、よくそこまでやりきったなってことですよね。特にしかも、特に左利きなので、時代劇の立ち回りって、やっぱ、昔右利き用に刀ってもちろんできてますから、すごい大変だったっていうことはおっしゃってましたけど、そのおかげで二刀流ができるようになったっていうことは、そうなんですよね。宮古ですよね。それができるようになったりとか、そういうことはおっしゃってましたよね。すごい苦労して身につけていった。すごいな。耐えるためっていうのでね、いろんなこと犠牲してやってたんだ。ね、だから一方でその役者としてのストイックなところと、そのプライベートでのそのね、きついぞっていうところっていうののギャップがすごいというかね、そこがまた松方さんのスターたるゆえかなって気がしますね。きつい一発だって、スターを伝承するためにやってたわけでしょ。そうそう。そうか。それで出た本なんですよ。それで出た本なんですよ。スターとも似てるんですよ、そこはね。行き過ぎちゃうんですよね。マスコミ来たらついいろいろ言わなきゃ。そう。サービス精神が。ある時期から一緒に遊んだマスコミが俺たちのこと書くようになったってぼやいてましたよね。ああ、昔は、そういうこと言った方が人気が出たんです、芸能人は。そう今も真逆だって梅宮達夫さんなんてあれトルコの帝王って自分のこと呼んでましたよ。まあその名称今ちょっとアウトですけど、国の王様なのかと思いましたからね。あまりそこだよね。ね。なんかもうそういうの許さない雰囲気にどんどんなっていくんですかね。いやでも昔の豪快な記者会見の映像とさ、エコちゃんのニュースが一緒に流れてたのか、なんかね。釈然としない。なんかあれって。なんか今曲が流れてますが、これは？たけしさんとのデュエットの曲。これもさ、一歩引いてたけしさんに歌わせててさ、自分はバックコーラスになってる。歌手やってた人が。そう。松方さん歌うまいんですよ。歌もちょっとうまいです。めちゃくちゃうまいのに、たけしさんはまあこんな感じじゃないですか。それなのに、たけしさんを立てるんじゃない俺に歌わせろじゃないんですよ。たけしの歌ですよ。自分の主演映画でも絶対自分が目立とうとしませんからね。ゲストで来てくれた人を立てるっていう。それすごいやつだ人なので、見ると。気遣いな人なんですよね、やっぱりね。懐がね、大スターですよ。酒の席でもそうやって気遣ってたから感動したって橋本真也さんが言ってたんですよ。俺はああいう男になりたいって言ってた。やっぱりそれモテるかもね、それはね、気を使えて、その、あの感じでしょ？スターであれば一歩引くって。すごいです。出てくるエピソード全部そういう、ね、みんなが感謝してこんなことをご馳走してもらったらだなっていう。でも松方さんだったらみんな見てほしい映画って撮るんですか？ああ、なんでしょうね、映画だと。
でも難しいですけど、暴動島根刑務所というかね、あの辺を見てほしいなって。やっぱりさっき言ってたのは、島根刑務所。実録でも何でもないですけどね。本人は評価してないけれども。やっぱね、体制に牙を向き、ギラギラと自由を求め戦う松方弘樹っていうのが一番かっこいいですから、それはぜひ、あと、最近の13年資格のリメイク版、これ松方さんの空間だけ違いますから、やっぱり。縦のレベルが違う。それだけ縦の空間が違うので、その辺でいかに松方弘樹っていうのが時代が背負ってよくわかると思います。ちなみに、きつい一発の巻末には、暴力金脈っていう映画のコミカライズが載ってます。爽快屋をやったり。すごい爽快屋なんですよ、ね。立派な爽快屋になるために頑張る映画なんですけど。当時は時代が違うなっていう。コメディですよね。爽快屋コメディですよ。これも面白いです。もう一生生まれないジャンルだよね。あと、恐喝こそ我が人生って映画に。恐喝やったり、爽快屋やったりね、脱獄殺人集ですからね。タイトルだけすごいですもんね。だから NHK と報道するときは、どういうふうに報道したの？脱獄豪華殺人集の松方弘樹さんが。恐喝こそ我が人生、代表作はって言ってたよ。暴力金脈。ドンになった男とか。そう。ね、そこが。すごいですよ、やっぱ映画大人だったっていうのがね。一発の有名な。本当に素晴らしいと思いますけどね。お時間来てしまいましたが、今日は町山智博さん、春日太一さん、吉田豪さんの3人で、昨日亡くなったことが分かった俳優の松方弘樹さんについて、語っていただきました。本当にありがとうございました。急遽皆さん集まっていただいて、あれはスケジュール変えて来てくれて本当にありがとうございました。